まあ、これ1本だけです。出来上がってみて改めてすごくいいなと思ったバッグなので、アルチザンクロコ玉露を使ったオールクロコダイルのビッグトートです。持ってる時にどこから見られてもね、すごく迫力のある、そういう面が持ちてもね、クロコダイル、そこですよね。クロコダイルのテール部分をね、贅沢に1枚取ってます。本当にもう全面ね、まあ、クロコダイルの表情を楽しめる資格のないバッグだと思います。こうね、フラフラするとこう躍動感も伝わると思うんですが、掴むほど味が出てくると思うんでね、池田工芸のサンダルにデニムですよね、まあ、上はシンプルなもの、そういうの合わせて持ってみてます。いいですよね、いろいろ闘争もあったんでしょうね、まあ、そういう跡がね、随所にこうちょこちょこ入ってます。でもこれはこれですごくかっこいいと思うし、もうぐるっと見ながら楽しめますよ。もう玉露という色はね、日本らしさをより感じるまろやかな緑を表現したのがこちらの製品になります。人と被りたくない人とかね、まあ、こういうお色目が本当大好きな人にとってはもうどんずばな製品だと思うので、なんかね、これをちょっと見ていると、なぜか僕的には茶柱に見えてくるという、持ってると願い事が叶いそうな、そんなバッグに仕上がりました。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回ご紹介する裏メニューはこちら、アルチザンクロコ玉露を使ったオールクロコダイルのビッグトートです。このオールクロコダイルのビッグトートですね、実はこのトートバッグっていうのは前側の、まあ、この側面のセンターからずっと回り込んで反対側の側面のこのセンター部分まで1枚の革なんですよ。でそれが前後と2枚あって丸みのあるフォルムをね、すごく綺麗に形作られる仕様にはなってるんですけど、これをするためには養殖サイズのクロコではできなくて、横幅が60センチ近くあるものじゃないとこのトートバッグで取れないんですよ。だからすごく贅沢に2枚そういうサイズのものを使ってお取りしたバッグなんですけど、もう本当にまず比べてもらいたいのは鱗の大きさですよね。全然違うと思うんです。まあ、それだけでもこのビッグトートにね、使っているクロコのサイズが大きいということわかると思うんですけれども、この竹譜の部分っていうのが、要は今見えているここ全体が竹譜ですよね。この幅になっている、たまたま大きいサイズをね、ご用意できたんで、本当にこう2枚だけね、一緒に染色したんです。でそれが上がってきた時にあまりにも良かったので、このビッグトートっていうね、すごくシンプルなんだけども持ちやすくて、で大きいから迫力も皆さんにはお届けできるこの製品を作って皆さんにね、ご紹介したいなと思って動画を撮らせてもらってます。2枚の大きいクロコダイルをね、使ったこう、まあ、持ってる時にどこから見られてもね、すごく迫力のある、そういう面構えをしてます。でもちろん持ち手もね、クロコダイルですし、それから底ですよね、本当にこの大判のね、クロコダイルのテール部分をね、贅沢に1枚取ってます。でこのバッグに関しては僕たちのこだわりとして、本当にこう見えるところに金具を使いたくない、もうクロコだけで作りたい、まあ、そういうバッグなので、本当にシンプルに革だけを使った、まあ、その表情を楽しんでいただけるように作成してます。本当にもう全面ね、まあ、クロコダイルの表情を楽しめる資格のないバッグだと思います。玉露という色はね、ニュアンスカラー的に振って、日本の緑とかね、日本らしさをより感じるまろやかな緑をメジクロコダイルっていう加工なんですけれども、そういうもので表現したのがこちらの製品になります。玉露っていう名前を付けたのはね、日本茶の中で最高級のものっていうのはやっぱり玉露って呼ぶし、玉露のね、絶妙な色合い、まあそういうのを表現したかったっていうのがスタート地点になっているので、まあズバリなネーミングじゃないかなと思います。メジクロコダイルなので、メジの部分にはね、表面とは違う濃色のお色目を入れて、クロコダイル特有のね、立体感をすごく表現はしているんですけれども、なんかね、これをちょっと見ていると、なぜか僕的には茶柱に見えてくるという、持ってると願い事が叶いそうな、そんなバッグに仕上がりました。こういうお色目はね、大好きな人にとってはなかなかない色なんです、こういうものって。
あ、ほんで僕たちもこう作ったものってすごく少量なのでね、まあ、今回裏メニューでご紹介してますけど、まあ、お気に入りいただいた方に持っていただきたいなというものになります。僕自身はすごくカジュアルな格好で持っていただきたいなっていうのはあるんです。ただまあその方のライフスタイルに合ったそのファッションに本当にシンプルなバッグだからこそね、すごく合わせやすいんじゃないかなと思います。で今回は現状夏場なんで、やっぱり池田工芸のねこのサンダルと合わせてみたらどうかと思って、あの今回は履いてきました。でまあ僕はデニムスタイルが多いので、まあ池田工芸のサンダルにデニムですよね、まあ上はシンプルなもの、それで合わせて持ってみてます。まあでもこのサンダルにコーナー持ってたらめっちゃおしゃれですよね。いいですよね。ビッグトートをね合わせるファッションの制限ってないと思うので、本当に自分自身が好きな格好でね、でガンガン使ってほしい。大事に置いておくものでもあって、もちろんお値段はするかもしれないけど、だからこそガンガン使っていただいて、ね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。このバッグをね見ていると、なかなかね長い歴史を着ているんで、やっぱりこういろいろ闘争もあったんでしょうね。まあそういう跡がね随所にこうちょこちょこ入ってます。でもこれはこれですごくかっこいいと思うし、あのいろんな表情が、まあ、本当にこう入っているのでね、そういうとこも楽しんでいただければいいかなと。もうぐるっと見ながら楽しんでます。いいですね。素材をこう、基本的に非常に柔らかい素材です。だけどやっぱりあの作りたてっていうのはね、多少張りを持たせて作ってるんですけど、使ううちにねやっぱりどんどん柔らかくなって、どんどん体に馴染んでいくようになるので、こうねフラフラするとこう躍動感も伝わると思うんですが、まあ本当にこう、まあ、使えば使うほど味が出てくると思うんでね、まあその味出しっていうのはそのお使いいただく方にお任せしようかなと思います。大きい黒子ってやっぱすごく大きいから重たいんでしょっておっしゃられるんですけど、実はすごくシンプルなこのバッグはもう比較的軽く上がるんですよ。ということはやっぱり皆さん日頃からね持ち歩く用としてはすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと中身をね見ていただくと、まあ大きな空間がズドンとあります。だから本当に雑誌でも小物でも何でも放り込んでいただいていいと思いますし、小分けしたいなっていう時はこの後ろ側のですねファスナーポケットを利用していただいたりとか、前側にはねベターポケと言われる、本当に待ちはないんですけれども小物を入れるのに最適なポケットが1つ、それから横に1つ、まあ合計2つですね、並びであります。なのでこの中に携帯を入れたりね、キーを入れたりとか、まあそういうふうに工夫して使っていただければいいかなと思います。持ち手なんですけど、僕自身もね実はこのバッグ使ってるんですけど、この細い手ってすごく頼りないねって思われるじゃないですか。僕はズボラなんで死ぬほど入れるんですよ。でその状態であれを使い出してから多分10年ぐらい経ってるんですけど、一切手が切れることなんです。逆に手に馴染んで、ね、こう持ちやすいあの経年変化にしていくので、かっこよく持っていただきたいと思います。季節問わずですけれどもね、すごくおしゃれに持っていただければすごくいいんじゃないかな。今回ね、本当こう数量限定で少量生産したこの玉露ですよね。この蚊、その中でも超巨大なクロコダイルっていうのは2枚しか染色していない。だから僕たちもこれをお作りするのはこの1本しかありません。お気に入りいただいて、より詳細を知りたいという方はですね、概要欄の方にこの動画を見た方しか入れない入り口をね、作っておきますので、そちらから裏メニューのページに飛んでいただいて、いろいろ見て、検討いただければいいかなと思います。本当に僕自身はすごくね、あの出来上がってみて改めてすごくいいなと思ったバッグなので、まあ、これ1本だけですということは、多分日本世界の中でもこの1本だけだと思うので、人と被りたくない人とかね、まあ、こういうお色目が本当大好きな人にとってはもうボンズバな製品だと思うので、裏メニューの方でお届けしようと思うので、またよろしくお願いします。今回もねちょっと裏メニューを紹介させてもらったんですけれども、本当にこう毎回毎回ご視聴ありがとうございます。でお気に入りいただいた方はチャンネル登録とね、それから高評価の方よろしくお願いします。